盗塁王19個これ意味ないだろう。30盗塁以下はタイトルなしにしよう。藤村以下は笑えんな。来年梶原が30やるから待っとけ。成功率もうんこという。じゃあホームラン王も30本以下は取り消しにしろよ。これだけ盗塁が選手たちから興味なくされてんならもう表彰先不定のではとは思う。片岡式ホームラン王。これだけ盗塁が選手たちから興味なくされてんならもう表彰先不定のではとは思う。矢野先生時代の阪神は100盗塁超えてたのに走らんくなったな。もういらんだろこのタイトル。盗塁の戦術的価値の割に日本じゃ相変わらずガチガチに対策されるのが現状やからな。盗塁数の少なさよりも成功率の低さがクソすぎる広島なんて走らない方が良かったまであるやろ。もう送りバント並みに意味のない行為だよ盗塁なんて。吉川ってもっと走れるよな。走るなのサインでも出てんのか。 DH がないセリーフはルール変えないと走る意味があまりないからね。そもそもここ7年ほぼ近本が独占してて、競争相手の山田と大島が衰えてからろくに勝負になってないからな。ご視聴ありがとうございました。